パウル・フリードリヒ・アウグストは第3代オルデンブルク大公。フリードリヒ・アウグスト一世とも呼ばれる。アウグストはオルデンブルク広告摂政宮のベーター・フリードリヒ・ルートビヒ公子とその妻フリーデリケ・フォン・ビュルテンベルクの間に長男として生まれ、1803年から1805年までライプニッツ大学に在籍した。1811年にオルデンブルクが フランス軍に占領されると、父と一緒にロシアに亡命し、第6次大仏大同盟戦争に参加した。アウグストは1811年から1816年までエストニア総督を務め、この地域の濃度性の廃止に向けての下準備となるような政策を採用した。1812年から1814年まで戦争に従軍した後、 アウグストは最初ロシアに戻ったが、結局1816年には、古国、オルデンブルクに帰った。アウグストは1817年、アンハルトベルンブルクシャウムブルクホイムコビクトル2世の娘アーデルハイトと結婚したが、彼女は娘を2人産んだだけで1820年に、亡くなった。そこでアウグストは1825年、亡きアーデルハイトの妹、 イーダを二番目の妻に迎えたが、イーダも、四次となるニコラウス・フリードリヒ・ペーターを生んだのみで、早死にした。1830、アウグストの姿を刻んだ1846年発行のターラー効果アウグストは1821年により、対抗聖主として実質的な統治権を握っていたが、1829年に、父が死ぬと、正式に対抗の地位を継承した。アウグストは、 オルデンブルクの君主としては初めて公式に大公の称号を持ち、これに伴ってオルデンブルク公国も大公国に昇格した。アウグストは1838年、父の名誉を称えるべく、父の名を冠した君将、君章オルデンバーギシャーハウス、ウンとバーディンクダンでハーザックス、ピーター・フリードリ・ヒルートビヒを創設した。大公国政府は1831年、 旧来の村落共同体に変えて身分階級を基礎に置いた基本法として市町村法を制定した。しかし1848年革命が起きると民衆は新しい憲法の制定を要求した。激しい抗議行動と評議会からの要求に押される形で大公は1849年2月18日に大公国議会で取り決められた国家基本法を承認したが、 これは1852年に修正された。アウグストの治世にアンマーラント軍の壁地に形成された。新しい開拓村落は太閤の名を冠してアウグストフェルンと名付けられた。アウグストフェルンの村の広場にはアウグストの胸像が置かれており、オルデンブルク大公国時代を忍ばせる。アウグストは1817年、アンハルトベルンブルクシャウムブルクホイム公、 ビクトル2世の娘アーデルハイトと最初の結婚をした。夫妻は二人の娘を設けた。1825年、アウグストは死別した、最初の妻の妹イーダと再婚し、間に息子を一人設けた。イーダともやはり死別した。1831年、スウェーデンの早ーグスタフ4世、アドルフの娘、セシリアを三度目の妻に迎え、間に三人の息子を設けた。 ありがとうございます。